AIC2020 造形作家として活動しておりますが、えー、もう長らく b e a には芸術活動関わかかってましてまあ具体的にビー a に行こうと考えたのは、えー、中学校の時でした。それから 芸術というものを絵を描くことを作ることという幼い考え方だったかもしれないんですけどもその世界でも十分楽しくそして大学社会に出て具体的にビーツがかかっていく中でいろんな環境と出会う中例えばパブリックアートとかアートプロジェクトなどの え様子も見ながら、ビ、えーズというものを芸術というものが、えー、こういう形も今現在起こっているんだな、またあるんだなということで、ビ、えーズ芸術に対して造形を深めるようになってきています。ただ、えー、この小さい、えー、ま国の中で物事を見ているものと、えー、例えば地球規模で いろんなところへ足を運んでみる世界とか全く別の世界ということを体験していきますと人間の生きている中でいろんなことができるのかなと思うとそうではなくいろんな方々とのお出会いそしてつながりでビーズというものがバトンランナーのようにつなぎつなぎ進んでいくのかな。 でそしてたまにはひょっとしたらマイナスの事象があったとしてもそれをプラスに変えるのがビーツに関わっている人間としての役割とか責任というものを感じる今に至っております。えー、今回、えー、2023という AIC の、えー、新しい第三回の展覧会でどのようなものが生み出されるかなということ。 大変楽ししみなな今になっておおります、えー、一つよろしくお願いいたしますはいえっと年齢でいけば23歳の時なんですけども、えー、当時まだ走りだったんですけどもインスタレーションという、えー、設営とその表現方法というのがあったと思うんですけども23歳で初めて個展をした時にインスタレーションで えー、作り上げたんですで、あのー、自分でそうしたいなとでその後にビ、えーツ雑誌とかいろんなとこを見るとあこういう展示をインスタレーションだと言うんだということ、えー、つまり学んで何かを作り上げるんじゃなくって自分からしてみたらたまたまこういうビーツ用語あるんだなということを知ったんですけどもで今、えー、まさに、えー、世の中 えー、パブリックアートとか、えー、アートプロジェクトというのを言葉は出てますけどももうすでに、えーなえー、と十数年前にその言葉外の世界いや海外ですね作り上げられてで今、えー、とわーっということで新しい世界を私たちは感じてますけどもで考えてみると全部、えー、受け入れられた受け手側の、えー まあ作家があって、それに共鳴するというんじゃなくて、実はこういうことをしたいんだということの自分からの発信があって、えー、今回の例えば、えー、展覧会と、えー、合致するというのは結構自然な形だと思うんですよね。で、あのー、この AIC については第1回目、あのー、全くあの知らなかったです。情報を、えーとえー、取り組むあれもなかったので、で出会ったのが、えー、ちょうど 2月号の芸術系の月刊誌にパンと開くと岐阜県で、えー、この AIC2020 がこういう形でありますよでその時のテーマは「記憶の行方」だったんですけどもあこれひょっとしたら私がやりたいこととこの展覧会の趣旨一致してるんないかなと思ってで,ですからもうそれがあの認められようがどうしようがとにかく 自分で送りり出そそうと作品作品るのでそれで応募したいきさつがありましたたがあま今回、まあ、このビデオを通してこういう形で、まあ、広報活動の一助となるようにお役目いただいたんですけども詳細にその要項とか読み上げていくと、えー、企画されている先生方の、えー、意図というものが随分と深いところにあるなというのを 噛みしめてて、えー、今感じてますあの一貫して最初知らなかった第一回目が「身体の行方」で今回記憶あ前回が「記憶の行方」で今回が「リアルの行方」で共通してなってるのが「行方」という言葉が一括りでなってるんですけどもどうもそこの方に気を取られるんじゃなくて前半の「身体記憶リアル」この3つの僕はあの共通項をずーっと考えてたんです。 えっと、いわゆる企画される先生方が一体どういうことを私たちに指そ、えーまあ、うと考えさそうとされているのかでそれを考えているう,うちに自分の中であこの点かなということを気づいた点があってでそれが自分の、えー、考えている作りたいものというかものが一致したとしたら面白いものができるかもしれないしまたそれがずれたら ちょっと、えー、今一度時間かかってしまう制作過程に入っていくのかなということを感じています。これ両面あると思うんです。いわゆる専門的に考えるう環境、これも,ものすごく大事だと思うんです。ビーツに限らず、例えば医学の分野でしたら医学の専門の方、また他のものでも方。ただ、私ビーツをしていて感じることは、 その分野でやった時にじゃあその枠の外に何があるんですかといえば本当に人間の営みとして大切なものがいっぱいある中で例えばそのビーツだけのところを、えー、やってしまいますと忘れてしまった時効とか大切なものを見失って進んでしまうとビーツは迷走していくんじゃないかな独りよがりになっていくんじゃないかなですからいろんなさまざまな分野の先生から ビーツを見ていただくこと非常に大事だと思っていてまたその声をしっかりと聞いてビーツの未来に残していくその役割というかそこもビーツをされている方々は絶対大事だと思っていますこの展覧会にかける出される方の意気込みって私大事だと思うんですよね。 ほ、あのーまあ、他の展覧会と比較するのではないんですけども非常に、えー、特徴がある展覧会であると。でまああのー、前回のやつをあの後で聞いたんですけどもこのコロナ禍の中で最初に、えー、こういう公共の施設で展覧会のしたのは、えー、岐阜県美術館でありますよということで。えー 主催者側の方がちょっとポツンとおっしゃっていただいたんですけどもそれを聞いて勇気がある決断をされる展覧会だなと感じましたであと、えー、出されている年齢その、えー、と10代の方から70代で、えー、と70代の方がお一人賞、えー、を取られているということもありちょうど僕の横でされてたんですけども、あのー、見ててあの,のぼのしました。 であのこれだけの、えー、この展覧会が、えー、魅力あるものということとで実はそうう簡単なな題を与えてていいいただいてないと思うんです要項の,の1番と2番これしっかりあの出される方は読まれた方がいいと思うんですけども、えー、非常に深い意味合いと。 一丁板に答えをポンと出して作り上げていくことはできない内容になっているので,で、あと、あのー、大切なのはその後の、えー、規約というか約束事がありますので、えーあの、提出する企画書を含めて、えー、そこを一つ一つチェックされて、えー、ミスをしないように書類を整えて出していただくことが大事かなとで。出される方は えー、まあこういうのがいいかなと思ってポンと出すんじゃなくて本当に丁寧にもう一度出す前に、えー、見られて出された方がいい展覧会ではないかなと、えー、長い期間の募集期間があるのはそういう意味合いも、えー、我々に与えていただいているのかなという気がしております。